面講師の友弘です。よろしくお願いいたします。はい、では、早速、第一弾の、春と夏の部分についてお話をしていきたいと思います。はい、で一応原文書きましたけれども、読ませていただきますね。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたる。夏は夜、月の頃はさらなり。闇もなお、蛍の多く飛び違いたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかに打ち光りて行くもおかし。雨など降るもおかし。というふうになってますね。はい、で一つ言及しておきたいんですけど、このお菓子というのを普通は、このように書くのが、はい、正しいというか、はい、なんですが、速本にしているものをそのまま僕こちらに写したので、はい、速本に関しては、概要欄の方に貼ってありますので、一応、こちらではなく、その速本の方にはこの普通のお文字で書かれてたのでっていうところは一応、はい、先に言い訳ではないですけど説明させていただきたいと思います。はい、で内容としてなんですけれども、まあそのままですね。で、大体、中学生で習う時には、春はあけぼの糸お菓子とかっていう風に後ろにお菓子っていう趣があるとか、それが好きです的な部分が、省略されているというふうに、習うとは思うんですけれども、まあ、それでも別に間違いではもちろんないですし、はい、逆に、おかしきものは春はあけぼのっていうふうに前の方に、はい、お菓子の、はい、興味深いものって言ったら春はあけぼのですっていうような解釈の仕方をする方もありだと思います。はい、で、一応現代語訳を簡単にすると、春はあけぼのとしか言ってないので、春って言ったらあけぼのよねぐらいな感じですね。はい、なので直訳しなさいって言ったら、その勝手に糸お菓子とかっていうのを、補わずに春はあけぼのですぐらいでいいと思います。要は夜明けがいいですよっていうことですよね。はい、で、なぜかというと、お菓子ってここまで来ないと出てこないんですよね。はい、でも暗黙の了解としていいことを言っている、自分が好きなもののことを言っているっていう感覚なので、春って言ったらあけぼの、夜明けの部分がいいよ。でだんだん白くなっていく。でこの白くというのも、この白いっていう、ね、だんだん空が明るくなっていくっていう風な意味での白いっていう意味もあるんですけど、白くっていうのにははっきりするっていう意味もあるので、はっきりしていくっていうのがいいっていうような感じですね。はい、そっちの解釈もできます。はい、で山際少し明かりて、で山際っていうのが、これ秋には今度山の葉って出てくるので、この山際と山の葉というのが、すごくぐちゃぐちゃになる人が多いんですけれども、山を例えば描いたとして、こういう、まあ、ちょっと山に見えませんけど、山際って言ったら山のこっち側ですね。山のこの葉、山に接している空の部分のことの方を山際と言います。はい、それに対して山の葉っていうのは山のこっち、山の内部のこっちの方のこと。なので山際と山の葉でちょっと違うので気をつけてください。はい、で、山際が少し明るくなって、で紫立ちたる雲、皆さんも、夜明けの朝とか見てたりすると、紫っぽく見える時あると思うんですけど、そういう雲が細くたなびいているっていう風になりますね。はい、で中学の時だと、この春は明けぼのから冬は勤めてとか、その全文を、バッと暗唱できるっていう風に、覚えさせられたりした方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、はい、高校の古文の知識を得た後に考えると結構おかしなところがあります。はい、まずここ体言で止まっちゃってますし、あとこことかもそうですね。はい、たるっていうのは前に、
助動詞のところで、はい、お話ししているので、そちらもちょっと参考にしていただきたいんですけど、このたるっていうのは、たり、存続の、まあ、正確には完了の助動詞のたりで、存続の意味で使われてますけれども、はい、なぜか、はい、終止形ではなく連体形でなっているってことは、後ろに何かやっぱ省略されているんだろうな、はい、っていうことなので、はい、でも、そういうことを考えるとですね、もう文学というふうに言っているけれども、前回説明したように、あくまでも随筆、今で言うエッセイなので、清少納言が言いたいことをだらっと書いている、会話帳でなんとなく書いてるっていうふうに考えると、細くたなびいてんのぐらいな感じですよね、はい、なので細くたなびいているのが意図おかしっていうふうに、またここも勝手に、補うパターンもあるかもしれないですけど、もう単純に訳すんであれば細くたなびいてんのっていう、うん、それがすごくいいっていうような並びだと思ってもらえればと思います。はい、で同じく夏は夜って言ってるので、もう春が明け物に対して夏は夜っていうことですね、はい、で夜がよ、まあ、いいっていうことをこの清少納言は言ってるんでしょう、はい、で月の頃はさらなり、はい、月の頃は言うまでもなくっていう感じですね、はい、まあ、月の頃というか月が出ている時は言うまでもなくで、 闇もなおと言ってるので、闇月が出てなくて真っ暗っていう状態もいいよねっていう感じですね。で、ホタルが多く、このホタルのものは何度か出てきてますけれども、主角ののなのでがっていうふうに考えてもらえれば、はい、いいと思うんですが、ホタルが多く、飛び違っている、多くこう飛んでいるのがいい、これも同じくタルで止まっているので、はい、これも多く飛び違ってんのっていうような感じだと思ってください、はい、でまたただ一つ二つなどこの丘に打ち光りていくもおかしいって言ってるので、いっぱい飛んでるのもいいけど一匹二匹ぐらいが、ね、ほのかに、光っていっているのもすごくはないですね、糸が入ってないので、はい、趣がある、うん、っていうふうに言ってます。 でプラスして雨など降るもおかしい、雨が降っている時もいいよっていうような、はい、言い方をしてます、はい、なので、一応、現代語訳をした感じは今のところですかね、はい、でなので、注意してほしいのは、先ほどの、山際と山の葉っていうのでちょっと違うところっていうのがあるのと、はい、文法上見ていくとこういうふうに、はい、連体形で止まっている、はい、だけど別に、形助詞ゾーナムやカーがあるわけではないのに連体形で終わっている、はい、なので後ろに何か省略されているんだろうっていうふうに推測はできるんですけれども、会話上で考えてもらえると、はい、皆さんも別に最後まで言わなくても、会話としては通じるところあると思うので、そういうような感覚だと思ってもらえれば、はい、いいんじゃないのかなというふうに僕は思います、はい、で清少納言さんってどちらかというとこの書いている枕草子なんかは本当に顕著に現れてると思うんですけど、物だけをダウンと並べたりすることもありますし、はい、こういう形で一応文っぽくはなってるけれども作文みたいな完全に綺麗な日本語としてっていうのではなく、こういう形で、はい、会話っぽく研ぎ出せてるようなものとかも結構多くあるので、はい、そういうところとかを考えると、女子大生とかが、まあ、死語かもしれないですけどキャピキャピしたような感じで書いているようなものなんだなっていうふうに、はい、軽く捉えてもらえた方が本当はいいんではないかなというふうに思います、はい、古文ってやはりちょっととっつきにくいかもしれないですし、中学校の時から考えると高校に入ってこういうふうに考えるとタルで終わってるのってなんでっていうで、ゾーナムやかとか形助詞ないのになんで連体形で終わってるんだろうとか、
はい、そういうところとかっていうのがあんまり説明がつかなくなってしまっているような内容になってますけれども、はい、あくまでもその女子大生的な、はい、若い女性が、はい、周りの人と一緒にお話ししながらとかっていうのを自分の気持ちをそのまんま書いたっていうエッセイが、はい、残っていて、それがこういう形なので、こういう文法上、修辞形できちんと終わってない、省略されてる、で暗黙の了解で省略されてるからいいよねっていうような感覚で、成り立っているというか成立されている、まあ、軽いものなんだなと。そんなに重たく、論説文的なようなものではなく、あ、その当時、清少納言さんが思ってたことを、素直に書いているんだろうなっていうふうに捉えてもらって、いけばいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということで一応、春と夏に関して一応現代語訳を軽くしましたけれども、はい、というようなところで、はい、この春と夏に関して、まあ秋と冬に関しても、まあ、ほぼ同じなんですけれども、一応、注意したいところとかまた次にお話をさせていただきたいと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。はい、参考になったかどうかはちょっとわからないですけれども、はい、ね、いつも最後までご視聴いただいている方本当にありがとうございます。はい、よかったら、高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。またツイッターのフォローもお待ちしてますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。